キレキレ。ちょっと今からコース行きたいです。最初のテンテンポイ。マネス。最初にクリアできました。今のが。カットリゴルジクの須田です。天です。で、中村さんでございます。よろしくお願いします。お久しぶりです。天ちゃんがもう70出そうでしょ。中村さん、それでいいんですかっていうところから、いや、ちょっと頑張りたいですと。それで来ました、今日は。そうですよね。はい、軽く打ってる分には実は腰って止まらないんですよ。強く叩こうとするときに止まってしまうんですね。力入れたらイコール左に行くっていうのは脳が覚えちゃうんで、どんどん入れられなくなるんですよ。力を入れるときほど腰を止めない。すげえ、来てる。ね、踊った。ありがとうございます。じゃあ練習してよ。5回いいよ。じゃあ、勝った方が1から18番までありますから、好きな数字言ってください。はい、で、先行かホールか決めてください。はい、だからホールを決めた人は高校です。はい、先行の人はホールは決めません。はい、最初は、じゃんけん、これ。負けた人が次のホールを決めていきます。3勝した方が勝ち。で、いいよ、どっちが勝ったんですか。はい。じゃあ、先行か、ホールか。先行で。先行で、じゃあ、ホールは。ホール。はい。3で。3番で。じゃあ、3番で私が、135ヤードを、うん。はい。あ、そういう、はい、はい、はいはいはい。決めますんで。はい、こんな感じにしておきましょう。はい。ちなみに、グリーンはこれですか。はい、はい、グリーンそれです。それがグリーンの、形を表しているものですけど、実際のグリーンはここにあるんですけど、こんな感じになってます。手前が全部池ですね。手前が全部池で、はい、ここがバンカーです。はい、だ左手前、左奥は全部ダメ、左も全部ダメですね、はい、で。右に関しては全部グリーンなんで OK です、はい。で、距離に関しては、これ、ヤーデージを見ると、真ん中のライン、この白いライン、はい、真ん中から何ヤード外れたっていうのがオフラインで表示されます。はい、オフライン何ヤードか。はい、で、縦距離、距離がこれ136ヤードみたいな。縦距離が133で、マイナス3だね。で、オフラインが3ヤードでした。右に3ヤード外れましたと。足して6ヤード。これが天ちゃんの数字。うん、中村さんが、だから縦横を合わせて6ヤード以内だったら中村さんの勝ちって感じです。それは。3アップで終わりです。3アップ、はい、3アップで。アップ制です。よし。お願いします。はい。あ、でもまあまあまあ、あの、いつものミスより全然いいんじゃない。ああ今距離が115なので21、うん、横が425、中村さんピンまで25でございます。面白い。これはもうてんちゃんの勝ち臭いな。てんちゃんが横が4、縦28だから、はい、8、8、4、12ですね。今てんちゃんの勝ち。てんちゃん勝った年1回ちょっと打ちます。何それ。勝負は負けました。うわやばっ。中村さん、これもう一回同じホールでって言っとけばこれだったのに。138だから2だよ。 2? 次はじゃあラッキーセブンで。ラッキーセブンで、わかりました。で、てんちゃんから2球打つスポーツじゃないもんね。そうなんですよ。だから打ち直しはやんないほうがいいです。別個で練習したほうがいいです。別個で、はい、はい、135です。ただこれ4フィート打ち上げてるので、はい、1メーターちょっとぐらい打ち上げですかね。そういう場合はちょっと
まあ、これで 1m ちょっと打ち上げはそこまで誤差出ないです。これあの見てもらったら分かるんですけど、バンカーが、はい、うわ手前にこうグニャグニャバンカーがめちゃくちゃいっぱいありの、はい、すぐ越えてピンなんで、エッジからピンまでの距離がほとんどない、表示されないぐらい、多分10ヤード切ってます、7ヤードぐらいしかない感じですね。例えばこれキャリーで打っていかないと、近くでバンカーの人と奥でグリーンの人だったら乗った方が勝ちですか？いいですね、これに関しては距離です。ああ、失礼しました。距離距離です。キレ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 、さあさあ、キレキレのてんちゃん、これはピンまで135ですから、今ライン入れて137で2で、左に1ヤードなんで3です。だからさっきの中村さんのショットだったら負けてます。負けてる、確かに、はい、そういうのもあるってことね。ありますね、そうですよ、さっきの出されたら負けますね。そうですよ。ただちょっと緩めちゃったかな、ちょっと緩めちゃった。キャリー、ライン入れて128、うん、なんで7、7、はい、7、横が2、9、なかなかいい勝負ですね。あ、今そう、いい勝負どころかストレート負けをしそうな今状態ですけど、中村さん何番にしますか？1番。1番、てんちゃんが今キリッと来てるからな。さっきの先生が入ってもあわよくは負けちゃうんじゃないかぐらい。いや、もう負けてますね。もう全然負けますね。今ピン一番奥のもう角のもうこの一番端のところ、はい、ちょっとでもオーバーするとグリーン出ちゃうところなんですけど、ここはピンまでの距離なので、うん、関係ないですね。まあまあ関係ないですね。ただ奥は下っていってるので、あ、転がる、外れるとタッタッタッといっちゃいますね。あ、そういうの面白いですね。それもあります。ここのホール取ったら3ポイントっていう、ここのホール取ったら3ポイントです。 YouTube 的にはもうこのホール取ったら3ポイント、テンちゃん次第ですけどね。いや、関係ない。急に敵対しだした。容赦ない。えぐいえぐい。さあ、もうちょっと本当にテンちゃん何なの？ゼロだよ。138の横1、3の1で4です。4とかもうさ、もう、まあでもさっきの中村さんのやつ出されたら負けます。負けます。うわー、いい感じ、いい感じ。うわー、ちょっと弱いかな。さあさあさあ、キャリー100、ライン128。残念ですね。横は、横これ、ね、ほぼゼロです。ですよね。ゼロです。白い線に乗ってましたもんね。はい。なので、これストレート負けとなってしまいましたが、はい、ちょっと2人前に立って。はい、ですか、ですか。はい、ということで、まあ、今日1回目のレッスンですけど、はい、ストレート負けしましたよね。はい、で、気づいてますか？ボギー打ちそうなショット1回でもありました。最初の1回目はちょっとショートしましたよね、はいはい、あれはもちろん寄せばできるかどうかわからないですけど、はい、あとの2発に関しては普通にラウンドしてる分には怪我しないですよね。いや、ちょっと今からコース行きたいです。どんなものか、ブレイク行く、ブレイク行けると思うよ。マジで行きましょうか、一回ね、なんかライターで途中経過ぐらいで、多分めっちゃ面白いですよ。ここでもうちょっと勉強させてもらって、確かにね、うん、急にこうちょっと行こうってちょっとやってやりましょう。ライター来ちゃいました。あーみたいな。なんでこれ。めっちゃいい、めっちゃいい、ね、でもこれだったら中村さんガッて引っ掛けとかもないし、ラウンド中に打った瞬間にあーってもうダメだっていうのがやっぱり多かったじゃないですか。ありました、ありました、ありました、ありました。記憶が、記憶があれこれしちゃった。あります、あります、あります、大丈夫ですか。はい、てんちゃんもめちゃくちゃ仕上がっちゃってるからあれだけど、中村さん大きいがないでしょ。ないです、やりすぎだよ。本当にで見てあーがないんで、ないでしょ、上からだもんね。中村さん、まあ、そうです、あきちゃんね、20段ぐらい触ったんだ。これだけまとまってれば多分スコアはグッと変わると思うんで、いけますかね。いけます、大丈夫です、春までには。あれいけます、だってやらせなしでこれだよ。うん、
やばくない？やばいです。ゴルフを知らないかもまだ。なんかこれで打つみたいな。今日始めた感じで。ゴルフ歴1日。こんな感じでちょっと中村さん、ちょっとこれから必要なことを一つ一つ覚えててもらって、はい、ありがとうございます。バシッと活かしてもらえたらなと。ありがとうございます。ちょっと厳しいですけど、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。やてちゃん、最高の締め方です。締め方。はい。締め方です。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。とよろしくお願いします。LINE アットとインスタグラム、ツイッターもやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。私のインスタグラムももちろんそうなんですけど、かやちゃん、たけちゃんとかね、あみんもやってるんですけど、あのショータルもやってるんですけど、中村さん のインスタグラムももちろんありますので、概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方もフォローの方ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、さよなら。さよなら。距離を伸ばすためのブラザー。そうそうそう。すごく自分でやるけど、これが一番綺麗な。めっちゃ綺麗。つま先浮かんように前に乗せて、そのままで保つ。終わった後のオフショット、終わった後のオフショット、おまけ動画。最初のゲット、私はホール決めます。なるほど。13番2番2番あ、じゃあ1番。これで先生が負けたらな、1回で終わんないような気がするからな。いや、任せてください。俺が負けたらフルカットですよ。いや、もう大人の力でございますよ。先生は何で打つんですか？9番ですね。お願いします。お願いします、はい、強い感じするけど、あれでちょうどいいんだ。あー、かなり落ちちゃった。じゃあチャンス。チャンスです。今私が17の、8ヤードなんで、足して3ですね。違います。何何違います。何何何、今のでなんか狂った今。もう俺たち一桁勝負してたのにね。いや俺たちやって一人だけだろ。これはいいわ。ベタベタ完璧。ナイスです。136の1、うん、で横が7で8。よし8、俺が3、中村さんが8。一桁で勝負しないとね。ギリギリで、これもあれですよ、3回勝ちで。いやそうですよ、それはそうです。これだけじゃないの？いや違う、これだけだったらもうちょっとちゃんとやってます。負けすぎない。違う、スタート勝負、マジでこれだけ。あ、これいいんじゃない。これはまたてんちゃんですね。えこれはてんちゃん、135、縦距離ぴったりの横3で、うん、マジの3です。やったー。3、8、25。ギリ負け。じゃあ私選んでいい？はい。135、11フィート打ち下ろしてる。それ145とかになってない？いや。あれ合わない。やったらよかった。同じように打ったのにみたいな。やったらオーバーしたみたいな。でこれは11フィート打ち下ろしなんで、3メーターちょっとぐらい、3、4メーターぐらい、うん、打ち下ろし。はい、なんか微妙だな。横が4、はい、横が4で縦が139で4だから、4足す4で3です。8です。一桁じゃん。一桁です。あ、結構横だけど距離は縦距離合ってるから、3の11で13、14、14か8、14。でもあのミスだったら OK がしないでしょ。確かに、マジで。そうですよ。
今もうわざとめちゃくちゃ狭いとこ選んだ、ね、ポイント制じゃなくて全部の足し算にする。めっちゃやだ。めっちゃやだ。めっちゃ優劣つくやつね。オッケーオッケー。これしてたら上手くなるよね。なるなる、めちゃくちゃなる。そうです、これが一番なるんですよ。わーいい。こいつやりやがった。こいつやりやがったら、139のマイナス2なんで6ですね。3と9で6。ペンちゃんが9。中野さんが22。私が3ですね。あと2、3ホールいきます。長くなる。もう全く届かない。5番勝負にしよう。あ、5番勝負します。5番勝負にしましょう。じゃあもうボロ負けだから私選んでやっていいですか。はい。いや、若干変えるの。いや。ちょっと変える？ちょっと変える。うん。変わりました。いいですね。最高です。210でいった。いや、そうやって言うの。じゃあ、141。141。OK？ 141。もう、ばっかりいるのかな。うわ。でかい。いい？めちゃくちゃいい。よしうーわ、いくつ？縦が1の横3の4です。いきなり来た。うめえし、うめえし、もううまくなっちゃってるよ。マジです、やばい。138だから縦3の横2の5。やばい、追いつかない。なかなかいい勝負。やばい。おっと、てんちゃんやってくれな。てんちゃんだってホール選べるから、これで。そうです、そう、ね、これで150ヤードないよ。てんちゃんが今横12の縦2、全然ずれてる。14。俺25ってやばかったんだな。5番で、うん、そしたら、うん、120で120。クラブ変えよう。変えていい？変えましょう。119でいいですか？119で、はい、はい、お願いします。多分ピッチングの方がいいですよね。あ、ちょっとわかんないです。すごい、木が。私一番近かったんで一番最後です。どうぞ。私ですか？はい、どうぞ。今日初めて違うクラブ来るな。ピンが見えないじゃないですか。ちなみにあの木ってすごい高く見えるんですけど、はい、いや全然全然、この木要は左に引っ掛けたら当たっちゃうの。まっすぐなんでここなんで当たらない。当たりません。ちょっと引っ掛けたら当たらない。引っ掛け問題ですね。引っ掛け問題です、引っ掛け問題です。うわ、いい。あら結構やっちゃったんじゃない、これ。やばい、あら、てんちゃんこれやっちゃったんじゃないの。え、でも120でしょ。縦距離ぴったりだね。今で119、1ヤード、はい、うん、横14で15。今、現状、てんちゃんが36、14、15、中村さんが8、14、5、私が25、8、4。あ、今体止まったやつ、これ一番やっちゃいけないって言ったやつ。中村さん、言ったでしょ。ほら、これ137飛んじゃってるもん。17の9で26。え、じゃあそんなキー超えるとか俺をドキドキさせるかな。それで腰がきむ。よし、キーに当たれ。当たらないんだ、これが。あ、ちょっと戻っちゃったね。はい、ありがとうございます。114、6、横が1、7。次はもう中村さん決めますから。135。もう好きなルールやってるわけ。135。何番ですか？18番、最後。18番、はい。18番、これは難しいですよね。こんな感じですか？こんな感じで。狙えないから。ね？狙えないの？木の後ろとかの方がいいですか？だから一発逆転狙うなら木の後ろ。ね。これでいこう。これでいく。136ヤード、いいですね、これで。はい。これでいいですね。OK です。あ、140にしてください。この、あ、これで5ヤード下がってください。これで5ヤード下がる。はい。これでいいですか？あ、それで。これでいいですか？はい。
いや、さっきのできました、やっぱり。さっきのできましたかこれでいきましょう。はい、34。誰からですか。いやそれは誰からでも、もう中村さん指名でいいですよ。じゃあ、てんちゃんから。てんちゃん1、2番は先生。私。中村さん、最後。練習しだした。練習しだした。あ、これだ。これだ。いいよ、てんちゃん。木に当たったらもう終わりになるかもしれないってことだよね。もう木に当たった瞬間終わりですね。あら、うまい。うますぎるよ。マジかよ。しかもこれ何も言わなかったんですけど、あえて、はい、激烈三段グリーンになっててちょっと奥になったらいいんですけど、手前はもう手前にグーって戻ってきちゃう。上に逃げました。うわ、やばい。ありがとうございます。え、すごいね、打球のなんかこの、はい、放物線。はい、無視して当たらなかったけどもダフってダフって左手前、いいんじゃないですか。大ミス1個もないよ、うん、そうですね。今、てんちゃんが125-6で、縦が9、横が6、まあまあ残ったね。で、15。え、先生は 0？ 私が横が0ですね。ね、縦が134ですね。4です。4。違う、4。中村さんが縦が15、横が25ですね。壊れてない壊れてないですね壊れてないですね。私が合計が48、うん、てんちゃんが53、中村さんが78。もう70代出ましたね。え、それで大ちゃんがトップです。逆転されましたよ。ちょうどよく終わった。絵に描いたよ。そうです。うん、最初にこれやっとけば。今のがキャリー134の横1で1です。バイ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 してください。バイ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 。